皆さんこんにちは。第15回 の、 ピアニストのためのアンサンブル講座によくいらっしゃいました。今日は このように、コロナの問題がありますので、無観客で、やって、そのレッスンの模様は、多分2週間後以降になると思いますけども、静岡音楽館 の、 YouTube で、配信していくというようなことになると思います。とにかくこのコロナ、そして、最近は、水害 と、大変な世の中の中、よく参加していただいて、感謝しております。感染対策に非常に気を使ってやっていきたいと思いますので、言うまでもないことですけど、参加者の皆さんも、お一人お一人、そのことに留意して、いただければというふうに思います。今日最初なので、多分スケジュールに開講式って書いてあったんですけど、そんな大げさなものではなくて、1回目なので、リピーターの方もいらっしゃるんですけど、今日から初めてという方も多いので、このピアノアンサンブル講座っていうものが目指すものについて、ちょっと一言お話をして、始めたいというふうに思います。僕たちの世代も、前の世代 の、 その演奏家たちとこうアンサンブルをすることによって、鍛えられて、育ってきたというふうに言えると思います。それで、ちょっとこれは大雑把な分類なんですけど、こうソリストの人たちは、非常にその後ろでね、後ろでそのピアニストが何をやってても自分は関係ない、もう自分は自分だというソリストの方ももちろんいらっしゃいます。それはそれで一つの考え方かなと思うんですけど、ソリストの中には非常にそのピアニストに対してこううるさい方がいらっしゃる。で、自分のことを考えてみると、やっぱりそういう人たちにこう育てられてきたのかなっていうことがとっても大きく頭の中にあって、それではこの講座をやるときに、非常にそのピアノのことについてうるさい、一家言をお持ち の、 ソリストたちをこう連れて、来ようと思いました。それで今回、バイオリンの漆原恵子さんと、それからチェロの、向山香代子さんにお願いして、来ていただきました。どちらもピアノについて ものすごくいろんな考えをお持ちなので、多分アンサンブルすると、こうかこうかっていうようないろんなことに気がつかれると思います。で、そのことが一つ。それからもう一つは、このホールでやっぱり音を響かせるっていうことをメインにして、考えのメインにしてやっていきたいというふうに思ってます。やっぱり我々の一番 の、 その仕事の基本的な場所っていうのはやはり、コンサートホールなわけですね。なわけで、そのコンサートホールでこうアンサンブルしていく、そういったことに、慣れていくといいますか、その自分の音を どれだけこう きれいに、この大きな空間を利用して響かせていけるか、これはやっぱりそのもちろん自分 の、 お宅がとってもこう広い空間の方もいらっしゃるかもしれませんけど、やっぱり我々はちょっとこうホールに来てみると、やっぱり、ピアノのこう響き方が違うので、そこに戸惑われる方も多いので、言ってみればそのコンサートで、我々がこう体験しなければならない音響みたいなものに対してこういろいろ考えていくというようなことを考えました。
それからもう一つ言っとかなきゃなんないのは、実はまあ自分が偶然その作曲家だったっていうこともあって、ちょっといろんな普通こういう講座っていうのはなんかピアノのレッスン的なもので終わってしまうんですけど、ちょっとそのこれを始めるときに指揮者の講座みたいなことを考えたんですね。で指揮者っていうのは、一応そのオーケストラの前にその自分が立つ前に一応自分が、指揮をする、スコアをいろいろ研究します。で、指揮 の, 講習会の中には、その譜面の研究だけにこう時間を、何時間も費やすような種類の講座もあって、それがやっぱりその自分が指揮台に立つ前にそれをこう用意する、つまり自分の頭の中でそのスコア、オーケストラのスコアをどういうふうにこう鳴らすかっていうことをその自分の中でこう考えていくっていうことが、とっても重要なんですけど、そのピアノのレッスンで、そういうことっていうのを、ちょっとこう体験したことがない。それで、ちょっと始めてみたのがスコアをこういろんな角度から眺めてみると、そういうようなことをこう同時にやったらいいんじゃないか、そういうことがまたその自分が演奏するときにその自分の演奏のアイディアをこう生み出すことにもなるということで、自分が例えば楽曲分析みたいなことをしてみる、演奏にこう役立つような楽曲分析みたいなことをしてみる、また、ソリストの人たちにも少し喋っていただいて、自分の体験談とか、あるいは自分が非常にその重要であるっていうようなことを皆さんにお話ししていくと、いろんな角度から、それから、会が進んでくる と,、ちょっと調律の人にもこう話をしていただこうかなっていうふうに思いました。調律の人がやっぱり協力してくれないと我々は、一番いい状態でこうピアノを弾くことはできない。で、一人一人やっぱりその打鍵も違えば、目指す音楽も違う、目指すその音響も違うので、やっぱり、こうピアノっていうのは実は、皆さんももうご存知の通りホールでも、毎日のようにこう違う調律の方が入られて、違う状態にあるわけですね。で、それを我々は何とかしていかなきゃならないっていう、宿命も持っているので、要するに、調律っていうもの、あるいはそのピアノの音響っていうものがどういうものかっていうことについても、後日になりますけれども、お話を、していただこうというような、いろんな角度からこうピアノっていう演奏をこう攻めていこうというふうに思ってます。それで、今日は、漆原健子さんに、ご登場いただいてベートーベンのバイオリンソナタを、演奏してみます。もちろん、今日初めて、会って、演奏するわけですから、何事も1回目っていうものがあるわけで、あんまり、なんていうか神経質にならずに、で音楽的にきちんとこうぶつかってほしい、なんか音楽的にこう後ろに引いちゃうんじゃなくて、なんて言うんでしょうね、こうキャッチボールのこう投げ合いみたいなものをぜひ心をかけて、見ていただきたいと思います。で、その上でまた何回かやってると こうだなっていうことがお分かりになって、くるんではないかというふうに思います。それから今回は、その二重奏に限っては、ベートーベンに、特化した講座にしたいと思います。ご承知のように今年はこんなコロナでコンサートなんか全部全滅ですけれども、でもベートーベンのメモリアルイヤーです。皆さんまだお若いから、ひょっとしたらあと50年生きるともう一回大きなメモリアルイヤーが来ると思います。僕は僕の世代だと
高校生の時ですかね、高校2年の時にちょうどベートーベン生誕200年でした。でベートーベン生誕200年っていうのは、1970年でもう本当にあの日本が高度成長で、非常に明るい未来をこう描いているっていうような時代に、ベートーベンの200年が来ました。それで、今からは考えられないことなんですけど、その日本の楽団が、総力を挙げてベートーベン の, あの全曲演奏会っていうのをやったんですね。日本人 の, その、まあ、演奏家のこう質っていうか量っていうか、そういうものがやっぱりそういうことをこうあの可能にする時代になったっていうことを、まあ、ちょっとこう見せるっていうこともあったでしょう。そういうことで、まあ、非常に盛り上がって、まあ、僕まだ高校生でしたけど、そんなあの記憶が あります。でそれからまあ50年経ちまして、今度こうベートーベン、生誕250年になりました。だいぶあの時代的な背景とかあのベートーベンに対する、なんでしょうね、こうあのスタイルとか演奏のスタイルとかっていうこともこう変化してきたと思います。まあ、おそらく皆さんがひょっとしたら50年、あと生きると全然違う生誕300年がやってくるかもしれませんね。そういうわけで、まあ今回はあのベートーベンのバイオリンソナタを今日は中心にあのやっていきたいと思います。そう、それじゃ あの早速漆原先生をお招きして、始めたいと思います。